特に野村町はダムの緊急放流で肱川が氾濫し5人が亡くなりました。肱川に一気に押し寄せ、そしてあっという間に自分たちのふるさと野村の町を飲み込んだのでした。玄関はとってもじゃないけども鍵は開けても通れん状態やったんで、ここがたまたま割れとったんで。町内中心部の商店街で岡沢さんが営んでいた理容室もすべて水に浸かりました。当時緊急放流した野村ダムの防災操作に異議を唱える住民らが亡くなった人たちに菊の花を手向け、自分たちの活動を見守ってほしいと祈りました。この激変する野村の姿をこの目でしっかりと最後まで見届けたいと思います。この問題を風化させないためにも折に触れ問いただし、少しでもいい方向に向かうよう微力ながら努力していきたいと思います。5年経ってもだいぶ慣れてきたいたら慣れてきたけど、なんか改めてこんな公園とかなんとか見て、ああここに人住んどったのにさら地か思ったら、なんかちょっと虚しくなってくれな気もしますし、行政とかしっかり、国とかしっかり本当に本気で掘削するとか埋土するとか今まで全然しなかったんで、そんなことを徹底してやってもらいたいな思います。